けやっていきましょう。いやもうね、終わってるんですね。あと一マス買えるんですけど、それはちょっともったいないんでまだ買わないですけど、とにかく今はですね、このシリーズをね、どんどん立てていくということをやっております。ちょっとずつね、街並みが変わっていくんですね。次はこれかな。これね、15万もかかるんですね。今ね、もうちょっとで15万になるね。もうちょっとで15万が建てれる。建てるようになったら、最近これ新しく建てたばっかりなんですけどね、今度こっちの駅に建てようかね。ツリーがありますね。この駅がね、寂しかったからね、もっと人が来るようになったらいいなみたいな感じですね。あ、早速人が来る。専用車両と徒歩で来る。おいいね。ここから歩いてくる。高速道路乗って遠くから来るね。あ、いろんなところから来るじゃん。おお、すごいね。こんなところから向かってる人もいるし、こんなところからね、向かう人もいる。すごいね。なんか2つのルート、こっちから来る人といるね。いやね、これをね、利用しようかなと思ったときに、ああ、やっぱりな、ダメだな、できないなと思ったことが一つあるんですけど、その理由は一体何でしょうか。これクイズ。なんかやってみたいなと思ったんだけども、ああ、やっぱりやらない方がいいなと思った理由。クイズ。
俺が今外出してることをみんなに公開してるようなもんだなって思ったんだよね。まあよくさ、リアルタイム旅行記を書く人間とかさ、リアルタイムで中継で YouTube でさ、旅の感じをさ送る人がいるけどさ、まあ家にさ誰かがいるとかさ、ね、家を留守にしないという状況の、まあ空き巣が入っても大丈夫な人とかね、そういう人しかできないよね。この人今そういう風になっちゃいけないと思うんだよね。それ困る。それ困るんだよね。何言ってんだよね、俺は。ブツブツつぶやきながらやっております。気がついたら独り言でペラペラ喋っておりましたね。まあ、なんでそんなことを言っていたのか、意味なくブツブツ喋っておりました。いやー、僕は旅好きなんですけどもね、旅好きだからこそこういうね、こういうことをやってるわけですけどもね、旅をね仕事にしたいなと思うこともあるわけですよ。いやでもね、旅を仕事にするとね、家をさこう開けるときにさ、僕は今旅をしてて家留守にしてますよって公開してるのと一緒だからね、なんかやだなっつー、そういうことをね日々考えたりしながら生きてるわけですよ。そんなね独り言がポロッと今出たっていう、そういう感じでございます。特に何も意味があるわけではありません。気がついきったらゲームしながらそんなことをねポロッと喋っておりましたね。はあ、何を言ってんですかね僕は一体。今回はちょっと短い動画になるかもしんないね。お金がさ、あもう溜まってる。次ね、じゃあ次の建築物、今これを建てたでしょう。これだね。あ、これね、土地がいるんだよね。20万。土地がいるんだ。土地が空いてんの。土地空いてないからね。埋めちゃったよね。あ、ここら辺は埋めないんだ。こっちだな。いや、埋めちゃったね。土地。ここら辺にやるっていうこともないと。どうしよっかな。ここら辺かな。遊園地か。ここはどうだろう。ここダメ。
しいですが、これはね、新しいマスを買わないとダメだっちゅうことですね。今はダメよって感じね。今はダメダメよ。じゃあ今度これはパンダの聖地、パンダの聖地、動物園の近くでしょう。やっぱりこの動物園の中に立って出られないのかな。ダメだ。パンダの聖地ってでっかいんだよな。じゃあちょっとこっち側だね、やっぱりね。この辺は駅か、地下鉄最近作ったとこだね。最近地下鉄この辺作ったね。そう、ここに地下鉄の駅があるからこんな感じです。あ、ここ横断歩道ねえのか。横断歩道作るか。じゃあもう生き物です。パンダがパンダしてます。ふぅ、眠いぜベイビー。もう時間が来てしまいました。すいませんね、そんなこんなで。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。